もしかして今週末に2個も発生？今夜も最後までよろしくね。ケイちゃんと、文ちゃんのペイジング868。868。ページをめくれば懐かしい香りがする。ページをめくると新しい出会いがある。あなたと一緒に作る新しい1ページ、ページング868。こんばんは、ページング868。お相手の文ちゃんと、けいちゃんです。この番組は FM86.8MHz ゆいまるラジオ、 FM ウルマのスタジオから生生放放送でお送りし送。ております。どうぞ今晩も最後までよろしくお願いいたしお願いしまます。す。もしかして今週末に 何でしょうか？2個発生ではなくて2個接近？接近しかなもの？2個は接近遅し、いね、私ね、情報。発生はとっ くにとっ前にく出にますね。はい。で、接近は1個だけですね。15号そっの方が。か、はしかも、ね、変なことに、もうすでに1回、南側、だいぶフィリピン、台湾の方に近づいて行ったのて、に、それからまた北上してくるっていう。うわお。で、先島、石垣、宮古なんかを戻通っる感じて、の？本島に近寄ってくるっていう珍しいコースなんですけれどもね。今日だったかな、テレビで。昨日？なんかもう台風の目がはっきりしてね、してたなんですけかど、これ。衛星写真から見る と、地球全体で撮った衛星写真で見ると、人の顔みたいで、2つの台風が目みたいになってて、なって可た。愛かった。本当に、本当のね、クリクリってしてて。そこじゃないっていう。違うね。で、その台風第15号はですね、今フィリピンの東にあるんですが、今後勢力を維持しながら、進路を北寄りに変えて、22日土22曜日日には、は、沖縄の南海上を北上する見込みで、じゃあ日曜日が？22日には先島諸島に接近する恐れがあって、本本島はで当。すね、23から24ぐらいの接近じゃないかなというふうに今予報は出ているんですよ。本当？本で、当。本当にね。そう、だからちょっと週末は先島、石垣、宮古の方がちょっと荒れて、で、本島はこの日曜日から月曜日にかけて台風が再接近してきて荒れそうなおんです前によ。ね。はい。でもまあ、エイサーとかやる青年ターの話によると、まあ、盆じゃなくてよかったねっていう話。まだ盆前だから、ギそうなリギリんだ。で。水曜日からじゃないですそっか、か。運慶が。ええー、運そこ。慶っていうと、運慶。重視運慶。最初のね。そう、お迎えの日ね。大丈夫か？ちょっと疲れてるね。だいぶね。ティーダに照られすぎ、昨日。ディーダパンパン。でしょ？わダかるでしょ？わかる。ずーっと一日中さ、太陽の体下力に。奪われるよね。ねえ。だから本当にこの工事現場と年か、寄りは、外出てる人たち、すごいなと思う。若い人はまだいいでしいょ？やいやいや、結構お年いってる方でもずっとね、そっ外、か。現場に出てる頑張ってから、るからね。すごいですよ。気をつけましょう。作業服にファンがついてるやつが欲しいんですけどね。見たこ欲としないでしょ？ね。でしょ？あれ中から涼しいんだって。風が送り込まれるから。ええー、さあ、知皆ろ様からのリクエスト、メッセージお待ちしておりますよ。ファックスの方は868、間違えた。ファックスの方は965-4868、965-4868。そして、E メールの方は868@fm-urba.com まで、皆様からのリクエスト、メッセージ、メッセージ。メッセージえい、をお待ちしております。お、お、お、はそい。れでは今晩の1曲目、この曲からはよよよ。頑張れ。この曲からお届けいたしましょう。チューブでおかげさま。
ベイジング868ユイマールラジオ FM ウルマのスタジオから生放送でお送りしております。皆様からのリクエストメッセージをお待ちしておりますよ。ファックスの方は 965-4868 965-4868、 E メールの方は 868@fm-ulma.com 868@fm-urma.com まで皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。お待ちしてます。ストップネット犯罪、お、あなたのお子さんは大丈夫？本当よ。平成25年中に出会い系サイト、コミュニティサイトを利用して犯罪の被害に遭った子はなんと1452人。被害に遭った子供の多くはサイトの危険性について保護者から注意を受けていませんでした。これ県内の数？違いますね、全国ですね、うん、平成25年中に出会い系サイト、コミュニティサイトを利用して、犯罪の被害になった子どもは全国で1452名ですね。これは明らかにされている数字であって、ね、そっかそっか、うん、多分ね、もう親家族で話し合ってもう隠そうみたいなこともあるかもしれないですよね。なんか友達みんな持ってるよって言ってね、まあ今年高1になって夏休みにね、うん、買ってあげるとか、あの例えば、ね、うん、はいはい、誕生日に買ってあげる、はい、でもうただ買ってあげるみたいな感じ、親がもうちょいね、このスマホに関していろいろね、うん、買うときに、まあ、店員さんでもいいし、スマホのね、そうだよね、うん、で今いろいろ制限できるじゃないですか、うんうん、その制限かけられる分をかけてしまうとか、うん、もうやらないといけないかも ね。それも結局あの友達はあれ制限されてないのにってまたまた親にお願い、なんかね一緒に共有したいからとか、うん、なんかありそうじゃん。でも絶対さ危険なことですので、そうだよね、うん、友達がいっぱいできそうとかさ、この掲示板を使うとみたいな。いやでも友達ってさ、うん、本当は掲示板とか通して作るもんじゃなくて、そうだよね、会って作るもんだと思うけど、うん、直接もう今の子供たちの時代になってきたなのかね、うん、なんか危険を、あ、なんて言ったらいいの、ワクワクじゃないけど、あの自ら危険なところに行ってみたいみたいな、冒険じゃないけど、こんな冒険いらんわいっては私たちね、おばさんからかしたらあれだけど、冒険というかやっぱり知らない、知らない怖さ、この先行ったらどうなるかっていう知らない怖、ね、その怖さを知らないから行けるっていう部分もあるじゃないですか。でもそれってやっぱり進めるべき、なんていうの、こんなことじゃないんだよね、挑戦すべき部分っていうのはあるんだけれども、ね、ただその逆に大人は知ってるじゃないですか、うん、そう、その怖さを、こうなると絶対こうなるよって言ってもさ、子供たちに絶対じゃないんだよ ね、 ねえ、なんか、いやいや絶対じゃなくて、うん、こういうこともありえるんだよ。いやネット上で確かにいい友達ができることもあるんですよ、うん、趣味を通して、あ、僕は野球を通して本土の方と交流ができてるんですよ。 そういうことも確かにあるんだけども、使い方もあれば、そうそうそう、うん、だけど一方で怖いこともあるんだよって、うん、間違ったらこうなるよっていうこともあるから、うん、だからそこは注意しないといけないし、こんなことだったらもう怪しいから必ず親と相談してとかっていうような、こうコミュニケーションをやっていくと密に交わしていくといいのかなと思うんですけれどもね。分かった。じゃあ家族で、まあ、月に1回でもいいですけど定期的にスマホについて、なんかこんなの、なんていうのかな、このこんなことできるよとか、うんうんうん、教えて、逆に子供にさ、うん、教えてってどんなあのアプリがあるのとか、あ、確かにそういうことが、それで入っていって、そう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 、の中にね怪しいのがあれば、うん、すぐねまた、そうなんですよ ね、見せたがらないんじゃない、子供とか見せたがらないと思います ね、だけど、うん、そこはもう今朝食とか夕食一緒にする人も少ないのかな、そっか、
うちはまあかろうじて夕食はっていう部分があるんだけれども、朝はどうしてもみんな時間がバラバラだから、でもそういうちょこっとした時間で最近どんなかなとかっていうことも話し合うのも大切だなと思うんですよ。全部制限するとダメなんですよ絶対。そうだよね、制限すると今の子供ね、そうそうそう、いやなんかあるんじゃないと思ってそこを突き破ろうとするから。なるほど。なんか逆に使ってどうだったのかとか、うんうん、であと知ってる怖さの部分は先に伝えてしまう、うんうん、そうだね、先に伝えてそこはダメだよ、うん、踏み入れちゃダメだよって、悪い例こんなことがあったってよっていうのもいいし。そうなんですよ、ほら今週末台風だから家族揃うじゃない、逆にね、このねスマホについてもいいチャンスかもしれないですね、話し合ってみて、はい、って言いたいな、はい、今ふっと思ったんですけれども、はい、あるリンゴ会社の携帯があるじゃないですか、うん、iPhone とかっていうのあれって ID があるんですよ、うん、で、ID を使って、うん、アプリを買ったりとかするんだけれども、はい、で実は一人で、うん、同じ ID をいくつかのこう機械で使うことができるんですよ、うんうんうん、例えば僕は iPhone1 台持ってて、おーおー iPad 持ってて、うんうん、でパソコンで iTunes を使ってたら、これみんな同じ ID にするんですよわざと。そうしたら同期って言って合わせることができるんですよね。あ、なるほどね。で例えばですよ、例えば iPhone で買ったアプリが、うん、iPad にも、うんうん、iTunes にも自動的に入ってくるんですよ、うん、そこでもう心配だったら見ちゃうみたいな、そういうことですよ。で例えば iPhone っていうのは同時にいくつか何台かまで同じ ID 使うこともできるんですよ。だからパパ iPhone、 ママ iPhone、 子供 iPhone で、でこれパパがね、うん、ちょっと全部お金を肩代わりすることになるんだけど、同じ全部パパの ID で入っていくと、うんうんうん、例えば子供が勝手になんか買ったらパパの iPhone にもアプリが入ってくるから、何これみたいな感じで勝手にね買い物とかもできるんだ。そうなんですよ。でもそれは履歴は全部パパ iPhone になっちゃうから、うん、パパ支払いだからパパが全部把握できるっていう、把握できるっていうのはいいね。そうそうそう、うん、それも一つの方法かな、うんうん、うまい方法ではないと思うんだけどうまい方法ではないけど、まあ、やり方の一つがあるかなと思って、うん、か、うん、だからママ IT が一緒か、家族全員、そうそうそう、うんうん、で、うん、分かった使い慣れてないな分かるよ、どんなあれをしてるかも覗けるけど、ね、なんか買い物も自由にできるみたいな。でも支払いはパパママになっちゃうから、そうしたら、うん、自分が支払いじゃないとかって分かると、うん、少し抑制にも効くんじゃないかな。あ、そっか、逆にね、うん、みたいな、そう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 、うん、これもねやっぱりなんかいろいろ企んでるやつさと、ね、いうことで、はい、はい、もう夏休みも終わりに近づいてきてるんですけども ね、うん、ぜひね、うん、もうそういうなんか巻き込まれることがないようにね、うん、していただきたいなと思います、ね、またねお盆とかでも家族親戚が集まるから ね、 集まるからね、同い年のねいとこ同士とかでもある、はい、うん、集まるから、うん、多分ねスマホとかでみんなで見せ合いとか、そうそうそう、やってるかもしれない今の時代 ね、 ねこれでなんかお供えしたりしてアプリがあってねあるかもしれないですよ、ね、であれでしょ、隣同士なのに LINE してるんでしょ LINE する、しゃべれやって、しゃべれよみたいな、普通にしゃべれやってねえ、はい、うん、正しく使いましょう、使いましょう、はい、うん、今日は何の日、今日は何の日、よく昔だったよね、昔っていうか最近ないわね、今日は僕がここにいない日だったんですよあ、どっか行く予定だった、甲子園甲南の決勝戦、甲南の決勝 戦、 決勝戦行く予定だったんですよ、すごいですね、うん、僕日曜日の試合の結果を見て、うん、
月曜日行こうと思ってたんですよ、いろいろ土日予定もあったもんで、で月曜日だったっけ、そう、コーナンとベスト8の、うんうんね、ベスト4をかけて関東一高、関東一ですね、うんうん、月曜日だったんですよ、うん、これねいや実は月曜日の試合見に行こうと思って、うん、日曜日勝った時点で、うん、速攻ネットで、うん、いろいろもう航空会社ピーチから JAL からアナからスカイマークから何から全部調べたんですよ、うん、満席、でじゃあ月曜日の朝一で行くとしたらどうなるかって、なんか特別便みたいな、なんか臨時便みたいの、あれもうなかったんだまだ早いんだ、ベスト4、あ8ぐらいから、実はチャーター便が日曜日に出てたんですよ、あそうなんだ、1便丸ごと、でもかなり早い時間で、うんうんうん、帰りも月曜日のかなり遅い時間っていう、あなるほどね、でまあ行こうとして日月見れるみたいな、そう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 、うん、であまあ、ツアーでね、うん、旅行会社のツアーで、うん、でもう月曜日の朝一に行こうと思って、うん、あれこれ調べたけど、うん、満杯なんですよ、うん、あと日曜日、ね、あそう月曜日がもう満杯で、うん、でどうやってあがいても、うん、実は第4試合ギリギリで間に合うか間に合わないかぐらいの状態になって、うん、でもあれだったね、雨でちょっと中断してた、そう1時間遅れたから間に合ったかもしれない、ね、友達に聞いたら友達に聞いたらというか、なんかあーってフェイスブックで書いたら、うん、友達がじゃあ乗り継ぎ便はっていう話になって、乗り継ぎ福岡乗り継ぎとか ね、どっか乗り継ぎとかっていうか、マネマネマネの問題になってくるからそうあーと思って、うん、諦めて、うん、月曜日の最終便か、うん、水曜日の朝か火曜日の夜に行くことにしたんですよ、うんうん、もう月曜日買って、うん、ベスト4、うん、準決勝に行こうとしたんですよ、うん、で全部予約して日曜日に予約したんですよ、もう試合始まる、ベスト4の準々決勝始まる前に日曜日の夜も予約して、うん、でね、まあご存知の通り残念ながらでもいい試合だったね、いい試合でしたね、最高だった、こうなんか抜きず抜かれずみたいな、そう心臓に悪いよ、まあ、悪いけどなんかこうなんらしいね、粘りの ねある試合もね、ね楽しかった。楽しかったですね。なんか大差で負けるだろうなって思ったのよ。いやいやいや。そしたらそれだけ怒るよさ。4打席も抑えといてさ。本当だよね。びっくりした。うん、なんか人が変わったようなね。名前ヒヤネ君。ヒヤネ君。ね。そう。だけどいいピッチング、ちょっとやっぱり5打席目はちょっと。と甘かったかなって、疲れが、疲れもあるかもしれないけど、でも、うん、もう相手は内角内角内角って分かってたから、あそっか、で、うん、大声はこれまでも実は内角をいっぱい攻められてて、うん、内角対策はいろいろやってきたらしいんですよ、うん、でこれ完璧ではなかったら、うん、なんだけれども、うん、それがその時のホームラン、その時に限ってホームランほら大声ってさ守備の時に、うん、ミスしたじゃん、エラーを、ね、まあ、エラーではないか、取れなかった、取れなかったんですよね、それでね、なんかもう息打ちとも ね、コーナーもね、うん、あれして、いやね、試合終わってね、うんうん、まあ、残念ながらベスト8止まりということでもうキャンセルもしましたよなんか今日ここにいるんですで、今日決勝が行われまして、仙台育英と東海大相模、うん、東海大相模が10対6、うん、残念ですね、うん、初のになるらしいんですよ、東北勢夏の優勝は、もし今日仙台育英が優勝すると、残念ながらちょっと初100年目でもまたでき、うんね、達成できなかったです、はい、東海大相模が10対6、でもいい試合でしたよ、うんうん、追い上げ追い上げ、本当6対6の時びっくりした、うん、ね、本当に鳥肌だったわよ、うん、マジで、いやでも最終的には10対6ですね、もうほんと9回の表のあの4点がちょっと重くのしかかってしまいましたね、でもいい試合でした、うん、本当に勝った東海大も泣いてたぐらいですからね、うん、今日だよね、さっきでした、さっきでした、はい、はい、ということで、はい、球児たちの夏は終わりました、うん、終わりましたね、で終わったとは言うんですけれども、うん、実はこの後国体があるんですよ、国体、ベスト8を中心に国体で、うん、実はまだ一試合があるんですよ、だから今の3年生夏の甲子園での3年生は、うん、あと1回だけ大会があるっていう、うん、まあでもテレビで中継されないからね
どこって言ってた？国体？滋賀って言ってた？滋賀じゃなくて、あれあれ、関空があるところ。関空？何県だっけ、忘れた。では、はい、球児たちの夏もそろそろ終わりということで、はい、この曲をお届けしましょう。 HY でスマイル。
ペイジング868ゆいまるラジオ FM うるまのスタジオから生放送でお届けしております。頑張ろう、もう少し。そうだね、あと23分ぐらいだけどね。心で思ったことを言いました。口にしないで、それは口にしないで。何でしょうか。昨日ですね、国際宇宙ステーション ISS への物資を補給するコウノトリが、ね、うん、夜8時にですね、8時50分に種子島の宇宙センターから打ち上げられ、うん、無事打ち上げ成功しました、はい、ね、宇宙センターに。そう、宇宙センターに。あ、宇宙ステーションね。宇宙センターで、実は、はい、昨日のコウノトリもこれまでずっと成功してるんですよ、うん、で、とても大事なミッションを、うん、物資の補給をやってるんだけれども、うんうん、昨日は特に大事だったのが、うん、その直前のアメリカとロシアが打ち上げに失敗してるんですよ、はい。アメリカは民間会社が打ち上げしたんですけれども、おうおう、それ失敗をして、でロシアの方も実は失敗してて、宇宙ステーションで使う飲料水などの再生装置の部品などが滞ってしまってるんですよね。なのでどうしても大変だね。大変なんですよ、宇宙ステーションっていうのは。すごい、コウノトリさん、はい。なので今回このコウノトリはですね、結構、うん、で、実はですね、アメリカに、うん、アメリカが打ち上げた時なんですけども、うんうん、あの中に日本の大学か NGO か企業のが作った大事な観測機械が入ってたんですよ。あ、しかも2度連続失敗、アメリカに乗せて失敗してるんですよ、うん、爆破して消えてしまったっ。なんかね、この時のね、額ってすごいんでしょ、損失額っていうの。何億とか。でも保険があるみたいですよ。ああ、そうなんだ。で、今回もですね、暗黒物質を発見を目指す早稲田大学などの宇宙船観測装置などが、うん、こう載せられてて、無事打ち上げが、ね、はい、上げられました、うん。で、JAXA、うん、JAXA じゃない、今回のコウノトリはですね、うんうん、H2B は、H2B ロケットで打ち上げで5回連続成功ということで、うん、すごいこう実績として今後の宇宙ビジネスまた発達していくんじゃないかなっていうこと。さすが日本ねって感じ。すごいですよね、これは大きいですよ本当に、はい。ということで以上、うん、コウノトリの話しました。コウノトリ、はい。コウノトリが皆さん覚えていてくださいね。はい、今ね、うん、宇宙ステーションに日本人宇宙飛行士がいらっしゃるんですよね。はい、はい、何さんでした。デンがつく、何、違うか。あれ。ごめんなさい、ゆいさんが、あ、油、ああ、はいはいはい、ゆいさんがいらっしゃるんですよね。はい、で、ゆいさんがこれをですね、コウノトリを確か、はい、ね、明日か、うん、あ、25日です、25日にドッキング、来週火曜日に、うん、この迎え入れる宇宙ステーションの、うん、はいはいはい、予定になっております。ほら、前ロシアから打ち上がった時に1日以内でも宇宙ステーションに入ったじゃないですか、うん。で、今回このコウ前って、ね、で、今回コウノトリがちょっと 2,3 日走ってからドッキングするということで、ぜひ皆さん期待していきたいというふうに思います。はい、それではここで1曲お届けしましょう。はい、この前ね、うん、映画化け物の子、なんか言ってたね、化け物の子を見てきたんですよ。いいな、とても良かったです。はい、これは何、アニメ、アニメの方なんですけども、はい、感動しました。主題曲をお届けいたしましょう。ミスターチルドレンでスターティングオーバ
ベイジングウェザー、気になる明日、そして週末のお天気をお伝えします。まずは天気概況です。沖縄地方は太平洋高気圧に覆われて晴れています。今夜から明日にかけて沖縄地方は太平洋高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。ところによりにわか雨があるでしょう。八重山地方は台風第15号の影響で明日は次第に曇る見込みです。沖縄地方の沿岸の海域はうねりを伴いしけています。海上や海岸付近では高波に十分注意してください。なお八重山地方では明日夕方から大しけとなる恐れがあります。お天気です。本島中南部、今夜は南東の風やや強く晴れるでしょう。明日は南東の風やや強く晴れ、那覇での朝の最低気温は27度、日中の最高気温は32度の見込みです。台風の影響でですね、実は週間予報の方はもう土曜日から曇り一時雨の予報となってきております。土曜日からはもう本島地方でもですね、雨が降り出しそうです。そして日月と曇り一時雨、曇り時々雨と続いていきます。もうイベント系はもう全部アウトっぽいですね。厳しいですね。あと台風が日曜日に来るか来ないかなんですよね。はい、で海はもうしけてもおります、ね、海のレジャーは取りやめてください、ね、やめましょう、はい、もう行かないようにしていただきたいと思います、はい。土日の最低気温は26度、最高気温は31度から32度の予報となっております。台風15号が接近してきております、はいはい。明日から、21日には、沖縄の南の海上に接近し、22日に先島諸島に接近する恐れがあります、はい。また今の予報では、日曜日の夜から月曜日にかけて、または場合によっては火曜日にかけてですね、沖縄本島地方では影響が出そうなので、ぜひ皆さん早め早めの準備です、今日明日がまだ雨降らないうちにですね、取り込むものとか、そうですね、縛るものとか早めに今日明日、はい、対策をお願いしたいというふうに思います、はい。なんか速度も遅いっていう、ちょっとノロノロっぽいんですよ、ね。でも急に速くなるかと思うかもしれませんので、あんまり油断しないようにしていただきたいと思います、はい。対策はお早めに、はい。以上ペイジングウェザーでした。ペイジング868、番組の最後はラストソングをお届けいたします。今月はアムロナミエさんの最新アルバムジェニックからお送りしております。今晩はこの曲です。アムロナミエでゴールデンタッチ。
ッチタ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 ッチ、アムロナミエさんでゴールデンタッチをお届けいたしました。かっこいいな、このいいよね、うん、そうそう、あの楽曲全般にね、うん、なんかスピード感とかもあって、うん、なんていうの、なんか豪華、このなんだろう、豪華な感じ、まあ確かにね、うん、豪華ではありますよね、うん、聞いていて、はい、気持ちいい気持ち入ってな静かに静かに静粛に静粛に、はい、はい、台風が近づいてきますので、はい、ぜひ皆さん早め早めの対策をお願いしたいと思います。でまたね、はい、停電しやすいところとかも、うん、そういった停電に向けての準備とかもしていただきたいというふうに思います、はい、さあプロ野球、あれ、うふう、僕の高校生、マジックいくつなんや、高校生の高校球児の夏はもう終わったんだけれども、うん、僕のプロ野球は今からだ、いつ決まる、ソフトバンク今ですね、うん、マジック28ですって言うと、はは最短でですね、最短、まあ、1日に、そういうこと、1日にマジック2減らしていくというふうに計算だとしたら、うん、最短で、まあ、2-3週間まあ大体1ヶ月ぐらいかなって見てます僕は。だから1ヶ月後の木曜日どっかでいないかもしれないので、まあ高い、まあ、すいません、どんでん返しあるかもだよ、いやいやいや、まあそうなったらそうなったらで仕方ないですけど、今強いんですもん、2位のめちゃくちゃあるじゃない、大差です、日本ハムとは 8.5 ゲームです、まあ、ちなみに先週も言ったんですけども、うん、セリーグの1位阪神と6位最下位の中日との間のゲーム差はいくつだと思いますか？10ぐらい？当てやがった。本当？10ですね。今ぴったり10ゲームです。だけどソフトバンクと日本ハムで 8.5 です。っていうぐらい、そのね、なんかもう分かる分かる、言いたいことはということはその分だけセリーグは今すごい競ってるんですよ、うん、阪神と巨人が 1.5 ゲームで、巨人とヤクルトが1ゲーム、うん、ヤクルトと広島が3ゲーム、うん、広島と DeNA が 1.5 ゲーム、 DeNA から中日までが3ゲームという本当に少ないゲーム差の中にありますので、また熱い戦いが、はい、ぜひ皆さん、もう自分は余裕でしょ、いや余裕じゃないですよ、最後の最後までですからクライマックス勝っても日本シリーズにね行けるかどうかっていうのがありますからね、はい、ぜひ皆さん、いいな、楽しみがあって、プロ野球も楽しみましょう、ね、はい、ゲームばっかりしないでそろそろお別れの時間です、だ、QC と思わせた、この後はイングレスジャービスレディオでお楽しみいただきたいと思います。そろそろ本を閉じる時間となりました、はい、今日のこのひとときを忘れないために昨日と明日のページの間にしおりを始めましょう、ページング868来週も一緒に新しい1ページを作りましょう。お相手は私文ちゃんとけいちゃんでした。それでは皆さん、また来週。